金の匂いがプンプンするわ。何このいやらしいゲーム環境は。22歳になって机の上に置いてるやつおらへんってこれな。え、待って、マジヤバいの発見してんけど。第2回ゲーム部屋選手権。はいどうも、チャーリオです。今回は前回やってね、めちゃくちゃ好評やった視聴者さんのゲーム環境をね、またまた募集したので見ていこうかなと思います。第1回まだ見てないよって方は概要欄とコメント欄に貼ってるんで、よかったら見てみてください。今回も覗いちゃうよー。はい、じゃあもう早速1人目から見ていくんですが、めちゃくちゃなんかスプラトゥーン好きだね。スプラトゥーンのあのスイッチのケースに、小ジャケのフィギュアに、あのあいつね、あいつのフィギュア誰だっけ、あの撃つ方ね、撃つ方だとパッケージと、え、スプラトゥーンの漫画がある、7巻まで。すごい、あ、なんか2巻抜けてね。2巻どこやったお前、これ。友達に貸して帰ってきてないパターンやろ、これ、お前な。めちゃめちゃスプラトゥーン好きやん、思ったら、あの、めっちゃ黒みちゃん出てくるっていうね、これ絶対あれやろ、お母さんからもらったやつやろ、これ。あんたこれに入れとき、みたいな感じでこれもらったやつでしょ、な。大体わかるからな。で、お前、ルービックキューブ1面だけ揃えんな。よくやったけど、全部揃えられへんねんな。わかる？全部揃えられへんくて、一面だけ揃えるやつね。なんか懐かしさを感じるな、この勉強机といい。うん。いや、なんかいいね。青春って感じやわ。あ、中学3年生の男の子らしい。あ、まあまあ、中3男子って感じするわ。うん。で、次がこちら。おー、なんかめちゃくちゃ女の子っぽいね、これは。うん。スプラトゥーンのイカちゃんと、あとなんかよくわかる、なんかカエルと、なんかクマと、あとこれ、あれかな？クロン、なんか、これ、あれか、ジブリか。トトロと、あの魔女の宅急便の子、何やったっけ、ジジやったっけ、猫の名前。あ、てかあれなんやね、携帯モードなんかな、こうベッドの上でやってるって感じなのかな。で、あのこれあれね、あの動物の森のあのうるさいやつ、名前何やったっけ、あいつ村長やったっけ、忘れたけど。で、なんか、え、待って、こいつブサイクすぎひん、大丈夫、ちょっとこれ待って、こいつ待って、ごめんな、このキャラがめっちゃ好きとか言ったらごめんな、もうブサイクすぎひん、これ、あまりにも。で、なんかまあハゲ坊主みたいなやつがおるって感じか。うん、ちょっとブサイクすぎるな。うん。で、次がこっち。なんかすげえ、なんかミニマリストっぽい、なんかおしゃれやぞ。なんか11歳男の子やって、へえ、なんか11歳にしてはこじゃれてんな。勉強机らしいけど、勉強机おしゃれすぎやろ。で、待って、お前、おやばい、お前ルービックキューブ、お前これ全部揃えられ、お前上位互換落とす先のやつ、お前ルービックキューブ、お前全部揃えてるやつおるて。うわ、んで見てこれ、このソフトの数見てこれ、もう11歳でこんだけソフト買ってもらってると、これ家相当金持ちやで、これな。金の匂いがプンプンするわ。仕事なくなったら養ってもらおう。で、あと全然関係ないけどさ、応募するときにメイン武器も書いて送ってもらってんねんけど、サイコパート、メイン武器52ガロンスクリュースロッシャーネオ、勉強机でやってます。で、最後一言、A級52使い。お前スクネオどこ行ったんな。スクネオ使ってるって書いてんのに、お前 A 級52使いどういうこと。スクネオ忘れんなよ、かわいそうやろ。はい、次こっちの、何このいやらしいゲーム環境は。ちょっと僕のチャンネル下ネタ禁止なんですけど、ここ画面がもう下ネタでしょ、これ。もはや、22歳女性の方のゲーム環境らしいですね。はい、女性っぽいですね、これは。すごく、メイン武器オーバーフロッシャーで一言、最近スプラのモチベ爆上がりしてますと。めっちゃ雰囲気いい感じやのに、お前スーパーカップどけんかい、これな。台無しやわ、これで。なあ。で、しかも何このハートライン、この雰囲気でなんか隠されてると、もう明らかにいやらしいだろ、これは。もうもはや隠すな、これはもう。で、しかもお前スプラトゥーン激ハマりしてるって書いてるのに、一番左にあるのマリオカートでどういうことだ、お前な。最後に遊んだのマリオカートで、しかもお前 YouTube 挟んでからのスプラトゥーンやんけ、お前これ。俺嘘ついてるのバレちゃったね。俺の目はごまかすねえぞ。はい、次こちら、すごいね、これ。何これね、スプラじゃなくない、これね。マリオカートでもすんの、これ。マリオカートでもない本格さだよね、これは。もうすごいな、これ。何これ、いくらぐらいすんの、これ。やば、15歳の男の子、しかも別ゲームとの兼用です。うん、見たらわかる。誰がこれスプラメインで買うと思ったな。見たらわかる。いや、すごいね、これ。なんか、これ買うのもすごいし、買ってくれるお母さんもすごいね、これ。さあ、次はこちらですね。20歳男性の部屋ですね。はじめまして、ビカビカしてるゲーム環境に憧れて作りました。上のモニターでスプラッシュです。あー、なんか憧れてそう。いや、わかる。一回はこういうゲーム部屋憧れるよね。あの、スーパー玉でみたいな部屋ね。いや、すごい。でも便利そう。てか、モニターの枚数、俺より多いしな。これ、1、2、3、4枚でしょ。すご。しかも、スプラ上ってこれ、見上げながらやってんの。やりづらない。な。いけんのこれ、首もげへん。すごい部屋やな、マジで。で、この画面に映す、これ何この、もげるな、卑怯にもって。なんだこれ、な。意味わからんねんけど。変なもん画面に映すな、お前。いや、すごいね。はい、で、次がこちら。あー、まあ、至ってシンプルなゲーム部屋って感じ。モニター1枚あって、まあ、パソコンもあって、あ、パソコンは？パソコンなくね、これ。え？どういうこと？
ういうことこれ。あ、パソコンこっちか。こっちにキーボードつないでるってことなんかな。まあ、わかんねえけど、まあ、見て。懐かしの Wii U あんねんけど、しかも Wii U のパッケージ懐かしい。Wii U 多分こんなに綺麗に保存してるの君ぐらいやで。うん。すごっ。普通スイッチに買い替えたらこれどっか行くからね。あれどこやったかなーって。久しぶりにマリオやろうかなー思っても、大体引き出しの奥に入ってると思うけどね。すごいな。15歳の男の子やね。あの、物を大事にする精神が感じられて感動しました、私。素晴らしいです。そのまま座ってください。はい、次がこちら。うん、すごい縦長。すごい縦長の写真。で、あの、環境すご。何これ？椅子に座るのではなく、椅子にモニターを置くんや。椅子にスイッチ置いちゃうんだ。うん、で、ピッピラブチ。ありがとうね、これ。うん。ピッピっていうのは、あの、俺のことやねんけど、なんか俺ね、知り合いの活動者の人にピッピって呼ばれ始めて、それからその辺のリスナーさんにピッピって呼ばれるようになったんよね。もう知らない人からしたら男がピッピって気持ち悪いって感じだと思うねんけど、俺が望んだわけじゃないから、勘弁して。うん。まあ、ピッピって呼ばれるの嫌いじゃないしね、俺は。まあ、なんか男に呼ばれた時はちょっとキモって思うけど。な、うん。14歳の女の子だね。椅子に敷いてるのは、アンナスイのタオルね。うん、ごめん、アンナスイがないか分からん。ごめんな。あんまなんかそういうのに詳しくないな、俺。うわ、見て、これすごいよ。アミーボ勢揃いしてる。めっちゃアミーボある。で、スプラトゥーン、スプラトゥーン、スプラトゥーン。で、あの、スプラトゥーンのあの、ナーバトラーのカードもあるし。めちゃめちゃスプラトゥーン部屋だね。うん。で、なんか書いてるよ。星5になったら立体やめる。あ、やめちゃうんや。やめちゃ、星5になったからよっしゃ、こっからスタートラインや、みたいな感じじゃなくやめちゃうんや。せっかく馬になったのにちょっともったいなくない？それ。14歳の女の子やね。で、一言コメント。今撮ったばかりなので、カフェラテあるけど気にしないでください。いや、あの、気にはせえへんねんけどさ、書くぐらいならどかせば。うん。こんなんさ、ぷいって、ぷいってどかすだけやん。こう、書くんやったらどかしたら？で、あとさ、めっちゃおもろい見つけ、見てこれ。エイム合わせろ。根性論すぎひん。な。だから普通こういうのってさ、意識することとか書くんじゃないの。あの、打開はスペシャル貯めるとかさ、抑えは前に出るとかさ、エイム合わせろ。そんな言われんくても分かってるやろ。面白すぎんねんけど、マジで。ど根性すぎるやろ。絶対部活野球部。あいで、次こちら。これもすごいね。スプラトゥーンの愛が44歳男性の方ですね。すごくない？パズルとかなんかこんなよくわからん何かとか、なんか箱とスイッチのなんか箱と箱と箱と箱多いな。で、あとアミーボとフィギュアがいっぱい。いっぱいって感じか。あと時計もあって。え、これマジでスプラトゥーン好きなんやなってのが伝わってきていいね、なんかこれ。なんか別に俺スプラトゥーンの制作者とかじゃないのにこっちまで嬉しいわ。おっさんながらフレンドさんと遊ぶスプラが楽しすぎる。こんなにゲームにハマったのは初めてです。いや、いいね、なんかスプラトゥーン楽しんでそうで。俺もこういうおっさんになりて。はい、次こちらの方ですね。アラサー女性の方ですね。腕前 S プラスの方です。いやー、もう分かってる。だからさ、アラサーとやってくると思う。だから俺の喜ばす方分かってるわけよ。画面に俺の動画を映してさ、採用してもらおうっていう魂胆が丸見えないよ、これもう。俺の画面使ってるからって採用しないから。はい、次こちらの方。だから俺の画面使っても採用しないからって言おうと思ったけど、みんなよく見てこれ。よく見てこれ。ホラー画像です。これめちゃくちゃ雑なホラー画像です。おい、ふざけてんのか、これお前な。おい、もうちょっとうまくやらんかよ。これ雑すぎるやろ、あまりにも。ちゃんと映せよ、お前。いや、だから俺の画面映しても採用せえへん。いや、もうだから採用せえへんって。いや、もうだから、いや、これ隙間、これ。これ俺じゃない。これ俺隙間。これ隙間です。これ僕じゃないです、これ。せめて俺の画面にしろ、お前な。お前採用される気あんのか、お前これな。採用してもうたわ、ほんでお前。うん、これもうゲーム違い。お前せめてお前スプラトゥーンにしろ。な、これもうゲーム違うから。しかもお前これ、プレイ中やんけ、お前これな。うん、だからこれもゲーム違うね。これエーペックスだね。うん。はい、次こちらの方ですね。見て、俺のグッズ買ってくれてる可愛いやつ。嬉しい。ありがとうね。女性の方で年齢は、苦しい現代社会に慣れてしまったぐらいの歳。うん、悲しい。ね。悲しい。いや、もうなんか俺の動画で元気になるのか分からへんねんけど、俺の動画で元気になるなら動画俺頑張って出すから、元気出してほしい。で、一言、田舎済みです。ソファーに座って普通のテレビ無線 LAN でプレイしてます。配線見苦しい、ごめん。ピッピのおかげで X マッチ行けたので、お役に立てればと、プレイ環境をお送りします。いつもありがとうということで。めっちゃおしゃれじゃない？家。苦しい現代社会とは真逆の家じゃない？いいよね、なんか、田舎でこういうお家でひっそり暮らすの。そういうスローライフ、いいと思います。はい、次、こちらの男性のこと。めっちゃ綺麗というか、コンパクトというか、おしゃれというか、モテそうというか、なんか逆にモテそうすぎて、女遊び慣れてそうで、女の子に嫌われそうな感じ。わかる？でも、〇〇くんって女遊び激しそうみたいな。29歳男性の方ですね。個人的にはめっちゃ好きな部屋。はい、次こちら。お、これもすごいね、アミーボの数が。すご！女性の方で、レディーに年齢聞いちゃダメです。あ、はい、すいません。
膝の上にイカちゃんを置いて、あ、これかな、イカちゃんを置いてプレイしてるんですが、イラついた時はイカちゃん殴って気持ちを、かわいそうね、やめてあげて、あのクレヨンしんちゃんのネネちゃんみたいなことでしょ、だからあのウサギの人形ぶん殴るみたいな、かわいそうそのうち目ん玉いかれてまうでな。さあお次はこちら、こちらも趣味全開でめちゃくちゃいいね、パート主婦の方だそうです。プロコンもなんかめっちゃ飾ってて、なんかすごいなんかおしゃれ、ギターも弾くの、ギターも弾くしドラクエも好きし、ね、見てなんかパソコンの中に小酒おんねんけど、すごくないこれ、え、ケース取り外して入れたってことかな、こいつだけなんか仲間外れ閉じ込められてんねんけど他のフィギュア全部ここに綺麗に並べられてんのに、なんか小鮭だけここで仲間外れにされてんの、なんかめっちゃおもろいねんけど、シュールやな。お前何してんここで、相当悪させんとこの中で仲間外れにされへんやろ、お前何してん。さあ次こちらの方ですね、16歳女性の方、めっちゃおしゃれ、すごなんかマジ SNS とか配信者の部屋でしか見えひんやろ、なんかただならぬ雰囲気が漂ってんねんけど、なんかこういう青暗い系の部屋とか青白い系の部屋憧れる人多いよね、めっちゃ綺麗で透き通る感じがいいわ。白統一してるとあの掃除大変やと思うから掃除頑張ってな。うん、これまた雰囲気のある部屋来ましたね、畳でタンスですごい刺さる人には刺さりそうな部屋。んでモニターぶん割れてるね。うん、どうしたのこれ、何したんや君これ。13歳男性、イグザミナーを使ってる方で、お父さんから誕生日プレゼントで買ってもらったモニターを約1年で破りました。え、待って、じゃあこれ使い続けてるってことこれでなえ使い続けてんのこれ、敵見えへんくない、えぐいやん、そら腕前 A から上がらへんわこれお前な、見えませんがなこれだって。まあすごいシンプルな部屋思って、俺の画面も映してくれてるわ思った、これリオランチャンネルねこれね、俺じゃなくて隙間ねこれお前な、お前バレへんと思ったらごめんな、これリオランチャンネルやん思いっきりな。初めてじっくり見たけど書いてること謎すぎるやろこれマジでな。解説動画とか作るときってさ、実績とか載せた方が説得力が生まれるから、俺って動画の冒頭にこうやって実績とか出してるわけよ、俺の発信してる情報が信頼に当たるものかっていうのをある程度証明するためのね。何やねんこれお前、腕前 C-、友達0人、同点2とプロコン2台破壊って何の情報やねんこれお前。ただのやばいやつやんかお前これ。はい、出たーこれね、出ましたあの、テーブルモード勢であのティッシュの箱で支えるやつねこれ。お、みんな同じこと考えてる。テーブルモードのやつお前大体これやねんな。あの、スタンド1500円くらいで買えるから買いな。世界変わるんちゃうこれマジで。いや、このティッシュの箱のこの、くぼみがちょうど変やろなこれな。マジでおもろいわ、これマジ天才やと思う、ガチで最初に思いついたやつ。うわ、これ絶対女の子やな。ね、女です。17歳の LJK です。すごい、めちゃめちゃメイク道具机の上に置いてある。これ本来多分左に鏡置いてあんのかな？ちゃんと掃除できる子なんやろな、こうやって丁寧に整頓されて。しかもさ、机の上でメイクするとさ、まあ、机の上が若干汚れるやんか。そういうのもちゃんと掃除できるから多分机の上でメイクできんねやろな。俺あの掃除できんタイプやからさ、俺もたまに出かける時とかメイクすんねんけど、絶対洗面所じゃ、洗面台じゃない無理。机の上あの粉だらけになってまうから。で、ゴムの数すご。え？女の子ってヘアゴムこんな持ってるもんな。どんだけなくす想定なんこれは。な。すごい数やねんけど。これ当たり前の数なんこれって。で、あの、ちゃっかりゲーミングモニターっていうね。あの、この弁球の。弁球ってあの、めっちゃいいゲーミングモニターのメーカーね、これ。ちゃっかり弁球使ってんねんから。うわ、これ見てすごい。めっちゃぬいぐるみとかフィギュアある。スプラトゥーンとポケモンやな、これ。イカちゃんタコ？あと、テレサも混ざってるわ。テレサ、まっすぐにしてあげて。ねえ。で、ミュウと多分これ、カイリュウかな。あと、ミミッキュ。あと、なんか、これ、なんか、ポケモンに混ざって、なんか、ポケモンじゃないやつ女、これ、なにこれ、な。なにこれ、ピンクのスライムみたいな。すごい、キャラクター好きなんやろな。小ジャケとか、イカちゃんとか、いっぱいおる。あの、ミュウが好きなんかな。めっちゃミュウおるわ。男性、22歳。いいね、なんか、22歳やけど、子供の心を忘れてないって感じがして、このベル見て、これもう子供が好きなやつやん、これ。22歳になって机の上に置いてるやつおらへんって、これな。子供心が忘れられへんねやろな、これ。めちゃくちゃ懐かしいわ、これ。鳴らしたくなるやつ。さあ次、こちらの方ですね。女性で25歳以上の方っぽいですね。これもすごいね。趣味全開で。もうすごいよね、こんな整理整頓されてて。俺、掃除するとき邪魔臭くて全部どけたくなるわ、これ。なあ。蹴散らしたくなるわ、これ、ほんま。こまめなんやろな、この人も。ゴーストタイプ好きなんやろな。ゲンガーとかドラパルトとか置いてるもん。あと、クロミちゃんとかね。うん、で、ピュレグミ相当好きなんやろな。うん、こんなでかいバケツのピュレグミ見たことない、俺。見たことない、こんなん。え、待って。マジやばいの発見してんけど。俺がいつも舐めてるフリスクと同じ味や。
はい、次こちらすごいね。これモニター1枚にどんだけ画面映してんのね、これ。すごいんやけど。OBS に、LINE に、ディスコに、配信画面に、YouTube に、スプラトゥーン。これ見えへんやろ、これもうなんか小さすぎて。な。すごいんやけど、情報量が。配信してる人なんかな？しっかりオーディオインターフェースもあるしね。え、これすごい、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 この人も。フィギュア盛りだくさんに、ジグソーパズルね、これ。壁紙までスプラトゥーンと PC の。もう相当好きですね、スプラトゥーンがこれ。いやー、素晴らしいと思います。コピー機が世界観を潰していなければ。え、やば、これ超おしゃれ、すごデュアルモニターの、これ何かタブレットかな、あのノート PC の、もうすごいすごいで、白いデカパソコンに、おしゃれすぎ、めっちゃゲーム環境いいねんけど、何これ、超羨ましいわ。俺もこんな綺麗に整頓したい。俺整頓できひんからさ、マジで。俺の部屋掃除してくれる人永遠に募集してます、本当に。え、すごいな、マジで綺麗すぎる。さあ次こちらですね、ぜひ私の部屋も見てくださいということで、30代男性の方がね送ってくださったんですが、仕事部屋がねいつの間にかゲーム部屋になってましたと。すごいね、モニターの数がってすごいなって感心したら、何これね、モザイクなんですけどこれね、何がお前、ぜひ私の部屋も見てくださいな、お前これ見せたかっただけやろな、お前あまり調子に乗るなよお前な。お前絶対これ見せたかっただけやろ、ね、こんなものの上にお前万太郎置くな、お前、ほんでな、万太郎のファンに怒られるお前、ほんま。さあ次こちらですね、主婦と娘ということで、すごい、だからお母さんと娘さんってことか。めっちゃいいやん。イカちゃんいっぱい置いてあるソファーに。スプラトゥーン好きなんやろな、これ。親子揃ってめちゃくちゃええやん。あと全然関係ないけど、この手前のちっちゃいモニター、この折りたたみみたいな、これモバイルモニターって言うんだけど、俺も最近買ってんけど、これ。めっちゃ便利、おすすめ。1万5千円ぐらいね、ちょっとね、お値段するんやけど、持ち運びしやすいモニターやから、家のどこでも使えるっていうのがめっちゃ便利。超おすすめです。はい、来た、おしゃれな部屋。おしゃれ部屋シリーズ来ました、これ。お前、これ葉っぱとか吊るしちゃって、ちょっと生きっちゃってんじゃないのこれね。おしゃれだね、めちゃくちゃ。16歳男の子、こんな綺麗な部屋に住んでたらもうモテモテでしょ、こんなん。モテはせんか。モテはせんな。綺麗のベクトルがちょっと違うな。うん。やっぱ多いよね、でも最近この青っぽい白っぽい雰囲気にする部屋。俺も一時期憧れてましたわ。はい、次こちらの方ですね。これ皆さん見覚えないですか、この机。実は第1回にも送ってくださったんですけど、その頃からさらに進化してると、確かに第1回物めっちゃ少なかった気がするってか、なんか散らかっただけじゃないこれ。な。この辺は進化してるか。この辺は進化してるけど、なんかめっちゃなんか積み上げられてるけど大丈夫これ。な。散らかったね。ちょっと散らかったか。なんかマウスとかもなんかすごいマウス使ってるから、多分パソコン使う系の仕事なんやろな。ちょ、見てこれ、めっちゃ小邪気並んでんねんけど、こんだけ小邪気並べてる人、多分この世におらへんって。で、小邪気の横になんかバリいかついリング置いてる。これ猫、クロームのリングこれ。めっちゃいかついねんけど。で、この小邪気たちに隠れてガロンとかスクスロとかがまあ並べられていると。小邪気が好きなんだね。小邪気意外と人気よね、結構。うん、汚ね。汚すぎだろ、部屋、これ。お前、どうなってんの、お前。俺、机の上のティッシュどないかせよ、お前、これ。絶対お母さんにも怒られてるやろ、この汚さは。うちの親が見たら発狂するわ、これ、えぐいわ。お金散らばってるし、ほんで。でさ、みんなちょっと待って、気づいたことあって、これさっきの人やねんけどさ、もう一個送ってきてくれとってさ、ちょっと見といて。何これ、すごくない、なんか机の上で、イカちゃん、こんなんできんの、これどうやってやるのこれ、何これ、すごくないこれ、どういうことこれマジで、俺のイカちゃんも踊らせたいねんけど、普通に、ずるくで、どうやってやんのこれ、ちょ、やり方教えてみんな。はい、次、こちらなんですけど、なんで部屋の、ゲーム机のど真ん中に、お前、マキシマも置いてんの、おかしいやろ、お前これ。絶対ホモサピさん好きやろ、な。もうそれに影響されて買っただけやから、お前、絶対使ってんやろ、中身パンパンやな、お前、な、詰まっとんねん、中身が。で、お前、モニター周り汚いの、ウェットティッシュ、吹けお前これ。めちゃくちゃ汚いぞお前これ。はい、次こちら。小6からずっと大の命。部屋の片付けコーチングお願いします。うん、確かにこれはコーチング受けた方がいいかもしれんな。次こちらなんだけど、寂しくね？うん、寂しい。寂しすぎんこれちょっと。16歳の方ですね。なんかもうちょっと置かへんこれ。てか部屋暗ない？病んでる？大丈夫これ。ね。あまりにもなんかこう殺風景すぎて。なんかあったら話聞くでこれ。な。大丈夫これ。あら、これはこじんまりしてて可愛いわね、あなた。リオラさんの動画見て頑張ってますということでありがとうございます。整理整頓されて素晴らしい。これも綺麗やね。まあ、でもこれあのね、36歳の男性らしいんやけど、めちゃくちゃ綺麗やけど、なんかちょっと女の子っぽいよね。ちょっと36歳男性の部屋にしては、キューティクルすぎるか、これはちょっとな。で、最後、俺がマジでいいなと思った部屋があって、ちょっとそれだけ紹介して終わります。で、まあ、それ紹介して終わるから、またチャンネル登録とね、感想コメントお済みでない方、ぜひよろしくお願いします。ツイッターのフォローもお願いします。じゃあラスト、見ていきます。ラストこちらです。一言コメント、可愛いです。関係あらへん。